田先輩、インターハイ行ってください。千夏先輩に教わったんです。目標に向かって毎日努力することも、たとえ負けたとしても前を向き続けることも。だから諦めないでください。自分自身以外の理由で海外なんて、そんなの。ごめん、行かないんだ海外。え、正確に言うと家族は行くけど、知り合いの家に住まわせてもらうことになって。すっぱしったー。俺めちゃくちゃ恥ずかしいこと言ってね。あ